ね、長いな。もう今2023年だからあとここから20年ありますからね。で2000年ぐらいからはジャンさんはテクノのパーティーっていう感じで活動してたんですね。そうですね、もうテクノと出会って、まあ、あの自然の流れっていうか、うん、なんていうのかな、まあ、当時だからそのハウスミュージックだったのをとりあえずなんかやっぱり違うのをやっぱりなんか探してたらそのテクノに出会ったっていう。なるほど。どれぐらいのペースでパーティーやってたんですか、その2000年代ぐらいって。ね、一応なんていうの、その毎週やってたっていうこのバンクっていう箱も97年にオープンしてるから。どこにあってんですか。それは那覇。那覇、うん、でその箱は、2003年ぐらいまでいたかな。で、皆さんそこの箱付きだったの、そのブッキングのエージェント、その海外ブッキング、だからその当時だから売れてたそういうアーティストもやっぱり呼んでる、呼んで結構有名な人たち。もう当時はだからそのね、やっぱりそのゴッドファーザー的な人たちとかもやっぱり呼びつつ。誰呼んでたんですか。テクノだったらもうデリック・メイとジェフ・ビリスも呼んでるし、結構そのヨーロッパからの DJ とかも結構もう呼んでたりとか。で当時はそのなんていうの、このどんどんそのなんていうの、このテクノのこのなんていうの、幅広さ、うんうんうん、やっぱりハウスの延長だったんで、やっぱりテクノっていうのはやっぱりそこからやっぱりどんどんやっぱ枝分かれして、うんうんうん、あのいろんなジャンルがやっぱりね、うん、現れたっていうか、そのまあ言えば、ニューエナジーだったり、そのハードトランス、ロッテルダムハードコア、うんうんうん、やっぱりいろんなそういうアングラのその音がやっぱり生まれて、なんかなんていうのかな、そういう感じのパーティーをとりあえずなんかやってた感じかな。なるほど。でその時はその時でそのジャンさん以外にもテクノのパーティーやってる人たちも結構いっぱいいたんですかね、2000年代とか。いっぱいいたっていう、一応何人かは、何人かそういうパーティーはやっぱりやってたね。じゃあやっぱりその80年代90年代でディスコカルチャーとか、うん、そういうのでバーって盛り上がったらちょっと一旦落ちたんですかね。そうだね、やっぱりそのね、やっぱりこのアングラのパーティーがやっぱりこのやっぱり増えてって、でやっぱりその評判がね、やっぱりスタートって何でもそうじゃん、うんうん、やっぱりその理解できるまでがやっぱりちょっとなんていうの、難しいというか、まあそうですね、受け入れられるというか、なんかこう認められるというか、ね、そう許されるかみたいな。アングラならアングラなので、そう、まあ、そうですね。だって昔のトランスの世界でやっぱりこのやっぱりいい時やっぱり落ちたのもやっぱりなんかそういう大手メディアが、ね、まあそうですね、はい、やっぱり変な打ち出し方をして、いやそうです、僕らが求めてる本当に楽しんでる音楽じゃないところばっかクローズアップして、ね、なんか出しちゃうから、ね、そうなんかその表面的なやっぱりなんか、うん、だけどもっとなんか何ていうの、その深いところを見ずになんか、うん、ね、そういうまあそういうパーティーによくあるその、うんうん、ついてるものっていうか、うんうんうん、そこばっかりを集中して、ね、僕らが求めるのはそこじゃないですからね、音楽とかもカルチャーが好きでいるわけですからね、みんなでダンスして、うん、そう楽しい時間を過ごすっていうことで、じゃあ2000年ぐらいからはもう今の僕らが見てるジャンさんのスタイルでなんかこうアングラな感じのテクノのパーティーやったりとか DJ やったりとかっていう感じだったんですね。うん、もうずっとまあだけどやっぱりこの人をやっぱりその遊ばすやっぱり仕事を、うんうんうん、だからまあやっぱりちょっとやっぱりそっちもやっぱり考えてしまうかなっていう、うんうん、どうやってくすぐるのかなっていうの、うんうん、このくすぐりをどういうことでそうあのレーベルはいつぐらいからやってるレーベルは、どっちかというと、そのレーベルは一応これからなんですよ。でも、その、なんていうのかな、この、やっぱりこの打ち込みの、なんていうの、このスクールだったり、この、
やっぱりこのアーティストをどん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 やっぱり出して沖縄からやっぱりなんか出てほしいし、うん、やっぱりまあジャンルはやっぱり関係なしに、うん、とりあえずあのやってるんで、でやっぱりなんかなんていうかな、まあ自分のまあこれからの新たな挑戦、うんうん、やっぱりなんかこの世界にじゃあ自分がなんていうのこのポジティブな何かをやっぱりこのプラスになるような、うん、やっぱりこの何かなっていうやっぱり、ね、みんなやっぱりオーガナイズもパーティーもやりたい、うん、やっぱり自分の世界観をやっぱり出しながらやっぱりみんなやってるわけじゃんね、うん、なんかじゃあでもそれだけじゃ足りないよねっていうのもやっぱりあるし、沖縄からのアーティストがたくさん、そう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 、いやでも本当に今のこのシーンをこう今話してても分かるけど、昔からずっとこのシーンにいてね、だけど今この島で誰が一番元気かって言ったらジャンさんが一番元気だ、確かにどこ行ってもジャンさんいるもん、確かに本当にね、愛おしいって思われるかもしれないけど思ったよ、すいませんって誰よりも長く飲んでるし最後までジャンで朝まで、あ、昼まで行くからね、ここ昼じゃない、夕方まで行ってるからね、ね、本当に泊まれ、なんかパーティーの、パーティーの音楽談義するとやっぱこう、ちょっとアグレッシブな感じの話すると止まらなくなりますよね、うん、で気づいたら夕方だ、みたいな、そうだねしかも何でか知らんけど、その間になんかお互いの顔にワクワクしてるメイクメイクなんだろうねいやだってびっくりしますもん、俺あの前の糸おかしが終わって朝家帰って、でお家帰って寝て、で起きて2時3時ぐらいに起きて、でもうだいぶあ寝れたな、余裕もだいぶ抜けたな、れんちゃんもまあきっと1回寝て、まあそろそろ起きて落ち着いてる頃かなと思って電話したらまだ2人飲んでたもんまだ飲んでるかな、飲んでたっすね、まだ飲んでんのもう 何かに理由つけて飲んでましたね終われなかった、いやだからもうそんなね、先輩にそんな現役でいられたらね、もう僕らはね、もうあの何も言えないね、そういうことありましたね、ありますね、しょっちゅうじゃないですか日常茶飯しょっちゅうじゃないですかで、じゃあさ、最近やってるのはブリッジーズっていうパーティーをやってますね、はい、ブリッジーズっていうパーティーをとりあえず、まあ、20年ぶりにオーガナイズするけど、まあとりあえずそうですね、まあなんか自分をなんていうのかな、まあ、若干甘えないようにとりあえずなんかこれをやっていこうかなっていうのは、なんかブリッジーズっていう名前にした意味とかあるんですか、まあ、一応は基本的に英語ではもう橋なんで、うんうん、とりあえずなんていうのかな、このみんなをつなげるっていうか、なるほど、うん、あでもその通りになってますね、一応はだからそのなんていうの、やっぱり東京からも大阪からも全国からやっぱり沖縄でやっぱりやりたいっていうのもやっぱりみんなあると思うし、でその沖縄のアーティストもとりあえずそのなんていうの、そのあっちでできるその場をまあそのエクスチェンジじゃないけど、うん、まあそういったのも必要じゃないかなって思ってたり、いやでもあの本当ねまさにその通りになってると思いますよ、うん、ただ自分はやっぱりその、やっぱりテクノも好きだしやっぱり野外も好きだから、まあそのブリッジスを作るっていうきっかけっていうのはやっぱりそのね、今までまだね、今度ね、そのゲストを呼ぶんですけど、毎回はまあそういう野外のフェスをやってるその DJ の人たちしか呼んでないんですよ、うんうん、なるほど、うん、まあその野外、まあ、レイブっていうのやっぱりテーマで、だからそのデコレーションにしても、うん、まあ、野外をとりあえずその室内に持ってくるっていう、なるほどね、テーマで、なんかすごい、いつもなんかすごいですよね、なんか森になってますよ、なんか前回は、いつでしたっけ、前回やったの、前回は研修の時でしたね。ね、研修さんを呼んで。まあその時は RJS とその合同イベント、うんうんうん、で、まあその時は本当にブリッジスを本当にやるつもりだったんだけど、でもこのパーティーがあるから、まあじゃあね、そのハドの合同でやろうよ。そうそうそう。じゃあ合同でやりましょうっつって。
いやでもあれも人いっぱい入ってめちゃくちゃ盛り上がってましたね。あれはすごかったです。中で踊れんかったよ、スピーカーがもうとんでもないスピーカーが入ってね、ちょっとね、なんかとりあえずあの箱にはもう十分すぎる、十分すぎる。いやこんなウーハーだけどこんな高さのじゃ、ね、スピーカーが入ってましたからね。そうだからこれからもだからその RJS の箱で、まあ、そのイベントもまあやりつつ、とりあえずまあ別のところも仕掛けつつっていう的な感じかな、うん、そのテクノ、サイケデリックテクノの、まあ、その中心のパーティーなんで、だけどまあその内容としてはまあ全部サイテックなのかっつったらまたそれも飽きるから、それを地元の人たちがまあそういうとりあえずそのエッセンスをまあ混ぜつつ、うん、なるほど。まあ 今でもね、もう本当現役の第一線で動いてるジャンさん、いけるね、ジャンさんですけど、その後のジャンさんのスケジュールはどんな感じになってるんですか？ね、10月のブライトネス、あ、ブライトネス行くんですよね、はい、でブライトネスに、はい、一応呼んでいただいてます、うん、それはあのジェンダー系、うんうんうん、クリオシと、はい、一緒に行きます。いやいいですね、ブライトネス楽しみです、はい、でも楽しみですね、もうあの沖縄ジャンモンロープ詩をもうガンガンやっていってください。Thank you.
パーティーチャンネルの、ご視聴中の皆様こんばんは、私ジェンダー K で、はい、ジャンボロです。イエーイ、こんばんは。今回、ちょっとブライトネス、先日川崎の、神奈川県川崎市の千鳥公園っていうとこで、年に2回やってるレイプパーティーというか、結構大きめ のパーティーがありまして、でちょっと沖縄からもうジャンさんとちょっと自分の方で参加させていただいて、ちょっとそれに、ちょっとレポートというか、ちょっとさせてもらおうかなっていうことで、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いや結構内容の濃い、そうでしたね、もう最高のパーティーでした ね本当終始、みんな本当楽しんでるっていう感じで、あと客層で言っても、本当に若い世代がいて、で往年な、そうですね、多分そのパーティーは多分そのレイブ初体験してる人も多かったんじゃないかなっていうなんか感じもして、そうですよね。だけどなおかつなんかすごい楽しんでたっていうこのやっぱりバイブがやっぱりあって、ですよね、最高のパーティーですね。はい、なんか本当ジャンさんもそうだし僕もそうなんですけど、もちろん演者もそうなんですけど、普通にダンスフロアで本当に踊ってたし、本当に、その、
なんていうんですかね、まあ、自分たちも楽しめたパーティーというか。そうですね、やっぱりそのなんていうの、いっぱい踊れたっていうのがやっぱり最高でしたね。まあ、それが答えですよね、ダンスね、やっぱり、はい。まあ、一応もうそれで言ったら、あの先日沖縄、まあ、RJ にあの来てたそのケンシーさん、まあ、ケンさんが、まあ、トリオを務めてて、一応今年で、まあ、ケンさん自身もあの30周年ってことで、あのすごい歴史のある、まあ、メモリアルな、まあ、年でもあるし、そうですね、ねえ、はい、まあ、こういったあの野外で剣石っていうのもなかなかもうここ数年の話じゃないかなっていうか、もともと僕はどっちかっていうと箱のやっぱ剣さんっつったらイメージですけど、ああいう野外で聞く剣石さんのやっぱりプレーっていうのはまたちょっとまた違ってたというか、まあそういう風に感じたんです。そうですね、やっぱりもう石井さんはもうなんかやっぱりその日本のやっぱり代表するテクノ、はい、テクノを代表するやっぱり DJ なので、そうですね、やっぱりもうこの長年やっぱり聞いてきて、はい、やっぱりアールンデスの時代から、あ、そうですよね、もうやっぱりすごいなってやっぱさすがだと思いますね、はいはい。だからもうケンさんより、まあそれこそ先日ドランケンもそうですし、はい、まあ、本当にあの、まあ、沖縄と、まあ、ブライトネスももちろん太一川平もあの、ね、本当にあのそれがあっての、まあ、ブライトネス、まあ、うちらも参加させていただいているところはあるんですけど、いや、もうありがたいですね、やっぱりその、やっぱりその東京からやっぱりその、はい、一緒に参加してくれるこの仲間がやっぱりいて、あのなんていうんですかね、このやっぱり沖縄のパーティーシーンもやっぱりあの協力していただいて、はいはい、やっぱりなんかいろんな力をやっぱり貸してもらってるっていうところはやっぱりありがたいですね。はいはい、そうですね、だから実際ね、まあ振り返ってみると、あの、まあ、もちろんあの、まあ、DJ の話はちょっとまあ後にしといて、まあ、やっぱりその楽屋側だったりとか、あの、はい、まあもうね、濃いメンバーが、ね、ね、集まってて、はい、もういろんなバラエティがあっていろんなハプニングもありつつ、はい、なんかやっぱりすごい、やっぱり大きいパーティーになるとやっぱり、あ、なんていうの、こういうことになる、なるっていうか、はい、そういう刺激もありながらやっぱりすごい勉強になりました。はい、そうですよね、はい、もう、まあ、僕の中でブライトネスっていうとなんかあの、まあ、音響ももちろんそうなんですけど、やっぱりレーザーというか、ああいうこう、そうですね、やっぱりそのトータルパッケージがやっぱり、うん、やっぱりすごい、やっぱり印象的でしたね。まあ、そうですね、レーザーだけっていうわけじゃないですけど、まあ、ちょうど千鳥公園 の、 あのキャパに対しての演出っていうのがすごいこうドハマりしてるというか、そうですね、まあ、コンパクトにいい意味で遊びやすいというか、そうでしたね、やっぱり会場的にもやっぱりすごい、やっぱりあのコンパクトで、はい、だけどそのスペースもやっぱりなんかちゃんと休めるっていうか、その何て言うのかな、この離れてちょっと音は聞こえるんだけど、はい、でもやっぱりちょっと休めるっていう、そうですよね、そういうポジションもやっぱりなんかあったりとかもして、そうですよね、すごい良かったですね。結構野外って結構やっぱ体力ね、やっぱ使うじゃないですか、うん、そうですね、でも千鳥公園は本当に、まあ、川崎駅から、まあ、タクシーでも本当2000、まあ、3000しないぐらいで行けたりとか、そうですね、やっぱり近場で、ね、うん、そうですね、やっぱり行きやすいパーティーでもあったし、そうですよね、そうですね、なんか人が抜けたりとか、まあ、自由にやっぱり動けるっていうのはやっぱり近場、やっぱり山の中じゃないんで、はい、ですよね、うん、やっぱりすごい動きやすいね、うん、まあ、ちなみになんかジャンさんの中で一番なんかこの、まあ、なんかトピックスというか、トピックスはそうですね、はい、やっぱりそのなんていうのかな、この新しいお客さんがやっぱりなんかその去年と比べたら、はい、まあなんかなんていうのかな、この新しい感じの人がやっぱりすごい多かったっていうか、はい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 、やっぱりその内容がやっぱりすごい、やっぱり今年はなんか去年と、まあ、ね、今年はまだ2回目なんで、やっぱりすごい思ったのがやっぱりその中身がやっぱりちょっとなんか去年とやっぱり違ったっていう、やっぱりそのなんていうのかな、
レイブに行かなさそうな人たちが結構大勢見られたかなっていう、この遊び方は知らないけどでも何かこれ楽しいみたいな、なんかそういうところがやっぱりすごい印象的でしたね。まあ、確かにそうですよね。本当のバラエティが豊かというか、まあ、それこそ沖縄、まあのアーティストの、まあ、そのジャンルはちょっとあのヒップホップになるんですけど、オズワルドがやっぱりあのシーサイドエリアということで、まあ、僕もあの頭からもずっとライブ見てたんですけど、まあ、そのレイブ、うちら周りのパーティーではありえない、こうみんながこの何ですか、最後携帯のライトをつけてそれを明かりにして、そういう何ていうんですか、よくあるああいうアリーナとかでもみんながこうライトを照らして最後盛り上がるっていう光景が見れたりとか、やっぱりそのもうそのジャンルとかそういうことじゃなくて、そういう、まあ人を遊ばすっていうやっぱりこの空間でしたね。なんかもう愛っていうか、音楽愛っていうかでしたね。やっぱりライブ感もやっぱりあって、まあ DJ だけじゃなくやっぱりそのライブもやっぱり内容濃かったし、そうですね、やっぱりその若い人たちがやっぱりすごい印象的でしたね。まあでもそう思うと当たり前のように、まあ、自分も振り返ると、まあ、ジャンさんももちろんそうですけど、やっぱこのね、そういう若い時の時代のパワーって当たり前のように、ね、まあ、フレッシュだし、なんかピュアだなっていう、まあ、もちろん今でもピュアなんですけど、はい、ピュアなのかあの子供頃をね、持ったままみんなあの大人になっちゃってるうちら でもやっぱりああいう、まあ、やっぱり若い人たちとこう遊べるっていうのはあのすごい楽しいなっていうか、そうですね、やっぱりその若い人たちをやっぱり遊んでるのを見るとやっぱり意欲になりますよね。ですよね、元気になりますね。まあ、本当なんかね、未来しかないなっていうですね。やっぱり君と遊びたいっていうこのでもこれは僕の中のなんかこうあるんですけど、やっぱりダンスフロアって年関係ないじゃないですか。ですね、やっぱ僕はもうよくあのそういう話になった時は言うんですけど、そこがやっぱりこの面白いところっていうか、何の仕事してようが社長であろうが何にしようが、ダンスフロアにおいてはもう全くそこは関係ないとこでつながれるっていうのが、やっぱりこのダンスミュージックのやっぱり、まあ、本当に自由な感じで、ね、なんかそういう日常的なことを忘れて、はい、なんか入っていけるやっぱりダンスフロアですよ ね自由な感じでですよね。なんかまあブライトネスはもうそういったあの本当垣根というか、まあ、ジャンルもそうだし、あのそういう世代っていうところはすごいこうあの何ですかね、あの囚われてないなんかそういうレイブパーティーっていうとこはすごい毎回感じてますし、まあそうですね、まあそういうとこから、まあこちらジャンさん、はい、まあちょっと早い時間でしたけども、まあそうですね、シーサイドエリアの方でやっぱり慣れてない、やっぱりこのなんていうかな、逆になんかそのいい刺激にもなったなっていう、このやっぱり勉強になったっていう、このそうですよね、そうですね、まあ、実際どうでした DJ されて。まあそのまあ楽しかったのはまずやっぱり、最初だし、でやっぱりなんかなんていうかな、この慣れてない分やっぱりその緊張感もありながら、なんていうかな、やっぱり DJ のやっぱりいいところってやっぱりそこかなって、はいはい、この、いくらそういうなんていうかな、まあ大きくなってもこういうなんていうか、必ずそのリセットさせられるっていう、はいはいはい、なんか安定感がないっていうところがやっぱり一番いいのかなっていう、この、はいはい、ちなみにやっぱ DJ 終わった後とかなんかちょっと反省とかされること、あ、やっぱりありますよ。あ、やっぱある、まあ、なんか、やっぱりこういうところだったなっていう、やっぱり、そういうところはありますね、はい、いつも、はい、やっぱりなんか DJ でありながらアーティストでもあるし、やっぱりあの自分のやっぱりやってることにあんまり満足しないっていう、まあそうですよね、必ずなんかやっぱりこう、あ、ここをこういうふうにすればよかったなとか、やっぱりありますね、はいはい、まあだからこう前へ前へ行けるみたいな、だからやめられないんだよね、やっぱ大好きです、もう
いやでも本当、まあ、今回一応バックトバックっていう形ではなく、今回あの、まあ、ジャンさんと僕で、まあ、1時間半ぐらいでしたかね、はい、あの半分半分でっていうところで、はい、まあ、前半ジャンさんがやっていただいて、で後半僕がやらせていただいてっていうところで、まあ、そのシーサイドエリアっていうあの、まあ、海側のエリアで、まあ、時間的には、まあ、午前中の時間ではありましたけど、まあ、レイブで言ったらあの時間帯からちょっとみんな動き始めてぐらいな感じなんですかね、あの時間帯。そうですね、やっぱ、まあ、でも実際なんかそんな感じでしたよね、なんか徐々に徐々に人がこう増えてきて、うん、そうだね、やっぱり自由でやっぱりみんななんかそのなんていうのかな、そのゾロゾロと、はい、そうですよね、そうそうそう、うん、なんか人の動きがよく見えたっていう、はい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 、はい、ですね、やっぱりいずれはやっぱり沖縄でやっぱりそういったパーティーをやっぱりやりたいなっていうのは、やっぱり、うん、なんかそういう役者もやっぱり沖縄にいるんで、はいはいはい、あとはもう形にするだけかなっていう、じゃあこれはもう来年ですかね来年頑張りたいです。まあ一応あの、はい、まあ目の前にレンちゃんもいますけども、はい、まあやっぱりあの熱い思いを持ってる、あの、ね、やっぱりこのメンバーが、まあね、やっぱいるっていうので、はい、まあ、やっぱりああいう刺激が、まあ、もちろんレンちゃんもやっぱりあのそうやって県外の、あの、うん、ところに行ってそれを持ち帰りインプットしてアウトプットしていくっていうか、うん、ですね、やっぱりああいうのを見ると、まあ、自分ももちろんそうですし、やっぱりインプットするものはすごい大きいっていうか、やっぱりなかなかね、やっぱりそのやってる側がやっぱり刺激されるっていうことがやっぱり、はい、うん、やっぱ沖縄にいたらやっぱり少ない部分っていうのがやっぱあるから、やっぱり外に行ってやっぱり刺激されて帰ってきて、はいはい、それをなんか新しくなんか沖縄流になんかそれを作れたらやっぱりいいかなって、はいはい、もこれ面白いもんで、このないものねだりなとこあるんですけど、やっぱ県外の人がコザとかに来たら逆にこう、そうですね、やっぱり衝撃を受けますよねっていうか、あの日本なのここところはありますよ ね、まあ、ね、実際今ここあのレミーズっていうとこはあの、まあ、ゲート通りですよね、はい、沖縄コザの、まあ、メインストリートっていうか、まあ、もう週末になると、まあ、僕も、まあ、基本あのコザっていうのはしょっちゅう来るわけじゃないですけど、こう週末来た時に本当になんかもう那覇とは違うすごい盛り上がりというか、そうですね、やっぱり人もやっぱり出てるし、そうですよね、日本人が全然いないみたいな、ね、なんかちょっとしたなんか動物園的な雰囲気ありますよね、ほんともう噛まれちゃうみたいな雰囲気ありますもんねいやだからあれはやっぱり県外の人がこう来た時はまあやっぱ結構こう衝撃を受ける光景がこうここのコザにはすごいあるし、まあ、だからまあジャンさんがブリッジズもそうですし、こうやってそこのこうミックスしていくとこがこう未来なとこはありますよね、やっぱりそのまだまだ頑張れるところあるかなって、はい、ねえ、やっぱなんかやっぱまあ沖縄沖縄でもちろんそうですし、まあ、まあ例えば東京は東京出て、まあ、また別の畑ですけど、うん、繋がってるとこは繋がってるし、そうですね、やっぱり好き者同士がやっぱりみんなやっぱり集まっている感じはやっぱり、うん、はい、ですね、お互いに刺激しながら、はいはい、そうですよね、だから、まあ、まあ今回、まあ、まあブライトネス、はい、まあそういうちょっとこう、まあ、オーディエンスもそうですし、まあ、アーティスト同士もそうですし、うん、まあ、なんかそういうコミュニケーションっていうところでは、まあ、こういう沖縄と、まあそうですね、内地っていうか、まあ、県外のアーティストの人たちとこうコミュニケーションを取って、まあうん、まあ、未来のある、そうですね、やっぱりいいパーティー、やっぱり沖縄でもやっぱり作っていきたいし、うん、はい、うん、で皆さんのやっぱり協力もやっぱり必要だし、やっぱりその辺のうまくやっぱりこの連携がやっぱりうまくできたらなってやっぱり思いますね。そうですよね、もう、まあ、だからまあ一応今が11月、まあ、2023年、まあ、ちょっと年の暮れに近づいてますけど、まあ、2024年はなんか僕のまたかんすけど、まあ、ジャンさん、僕、まあ、こういうレンちゃん、またネクストステージに上がる
年に。そうですね。まあそれはもう毎年絶対そうだとは思うんですけど、まあなんか特に。なんかそれを感じる、ね、やっぱり面白い、やっぱりクリエイティブなことをやっぱりしたいですね。ですよね。なんか、まあ、今年のは、あ、来年の初詣ではちょっとそんなことを思いながら、そうですね、そうですね、ちょっと拝みたいなとは、はい、もうお願いしますって言いたいなっていうところはありますね。はい、来年はとりあえずやっぱりなんか楽しくやっぱりやっていきたいですね、はい、やっぱりいろんな、はい、やっぱりクリエイティブなことをしながら、はいはい、いろんな人をやっぱり絡めて、うんうんうん、はい、いいパーティーを作っていきたいですね、うん、まあちょっとそんな感じで一応まあブライトネスに関してはまあ一応あれですよね、これの前はジャンさんのインタビューっていうところでその後のこのブライトネスの今レポートみたいなとこになってるんですけども、そうですね、やっぱり最高のパーティーでしたね、うん、本当に、まあ本当あんだけのなんかバラエティ豊かな、うん、まあ、アーティストが揃うっていうのはなかなかまあないというか、まあ、僕も全然 見れてない人、見たかったけど見れてないアーティストがすごいいて、どうしてもやっぱおしゃべり中心になっちゃうんで気づいたらあれっていうことがこれ毎回ですけどあるんですけど、まあそれも込みでまたちょっと呼んでいただけれるように頑張れたらなとは。そうですね、ね、まだまだやっぱり頑張れるんで、はい、頑張りましょう。おっすおっす、れんちゃんおっすおっすまあ一応そんな感じでちょっとまあレポートというか、まあちょっとブライトネスでちょっと感じたことだったりとか、まあちょっとまあ話させていただいたんですけど、まあまあ沖縄もまだまだ来年盛り上がりそうですね。そうだね、はい、あとブライトネスの太一くんはじめブライトネスのスタッフ、皆さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。もうありがとうございました。もう運営側の方はもう本当に多分もう大変な、はい、人数も少ない中あれだったんで、はい、本当にまあお疲れ様でしたっていうところは、うん、本当に素晴らしいパーティーでした、うん、ありがとうございました。ねえ、お願いします。まあじゃあ最後にまあちょっと沖縄の告知っていうか12月のクリスマス、そうですね、今度のブリッジズはとりあえず忘年会クリスマスを兼ねて、まあこのローカルのメンバーでとりあえず、はいはい、パーティーをやっていきたいと思ってます。はい、はい、まだ5回目ですね、はい、今回でまだ新しいパーティーなので、まあ沖縄に来ることがあればぜひブリッジズというパーティーを、ちょっとチェックしてみてください。結構内地っていうか県外の方ではもう結構名は広まってるみたいですよ。あ、そうなんですか。うん、いや嬉しいですね。もう、はい、呼ばれたいっていうアーティストが結構いるって、はい、呼びたい人いっぱいいますね。ですよね、はい、あと呼ばれたいって方はジャンさんに連絡、まあ、はい、僕からに連絡いただければ、はい、そうですね、はい、その辺をうまく、はい、ね、ちょっとそんな感じで、盛り上げて、まあ、今後ともというか変わらずというか、まあ、これからもっと盛り上げていけるようにいけたらなと。はい、はい、いいですね。じゃあちょっとそんな感じで、はい、まあ、締めみたいな感じになってますけども、ちょっと締めさせていただきます、ね、はい、ジャンさん、はいじゃあ一応レンちゃんからこのもう指示が今来ましたんでじゃあ一応まあ私レンだけとはい、ジャンです。まあ今回こんな形でじゃあ、うん、はいですね、終わらせて沖縄で遊びましょう。イエス、皆さんよろしくお願いします。イエス、はい、じゃあまたお会いしましょう。チャカちゃんじゃあなんか他話し足りないことないですか？他に話したいことはとりあえず、いやまあみんな踊りましょう。間違いない。パーティー行きましょう。イエーイ、ね、パーティーに行きましょう。
おしゃれな服着て、おしゃれな服着て、みんな巻き込んで、みんな一緒に、うん、やっぱり平和ですよね。いや平和ですよ。パーティーでワイワイみんなで遊んでる時が一番平和です。踊る、やっぱり歌うっていうこの喜びはやっぱりもう本当に大事ですよね、うんうん、忘れないでほしい、うんうん、では、2回目、多分これ2回に分かれるかなと思うんですけど、会が、ジャンさん、はい、インタビューでご協力いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。本当に沖縄のパーティーはいろんなところでジャンさん出演してるし、俺らがパーティーやると遊びに来てくれたりもするので、皆さん沖縄に遊びに来てくれたらパーティーに行けばきっと見ると思う。沖縄のビッグダディです。はい、飲んだらめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。迷惑かかるよ。とりあえず今のうちに言っとく。今のうちに言っとく。いや、別にそんなことないですよ。今後も沖縄のシーンと僕らのことよろしくお願いします。ね、はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。フェスティバルトリップ沖縄チャンネル、ご視聴いただきありがとうございます。最後にですね、沖縄のパーティー情報を皆さんにお知らせさせていただきたいなと思います。まず最初に紹介させていただきたいのがこちらです。ナイトクラビング沖縄、これはですねインスタグラム上のアカウントになるんですけれども、沖縄のパーティー情報を幅広く、アップしていただいているアカウントになります。僕たちのパーティーとかですね、僕が出る DJ として出演する沖縄のパーティー、すべてこれに載ってます。トランス、テクノ、ハウス、ヒップホップ、レゲエ、ブレイクビーツ、まあ何でもですね、幅広いジャンルのいろんなパーティーがこちらにアップされます。投稿としてね、未来のパーティーが出たり、ストーリーでは今日やるパーティーとかが出たりするので、皆さん沖縄にいる時になんか今日パーティー遊びに行きたいなっていう時は、このアカウント見ていただくと必ずどっかでやってるパーティーに当たると思います。ぜひですねフォローしていただいて沖縄のナイトライフ楽しんでください。それでは12月に開催されるパーティーいくつかピックアップしてお知らせさせていただきたいと思います。まずですね、 DJ 一生 &DJ KDT 那覇クラブツアーっていうのが12月の1日2日3日3日間にわたって開催されます。お二人とも東京から来てらっしゃるハウスとかテクノ系の、DJ の方になるんですけれども、まず初日の12月の1日が那覇の老舗クラブレッドルームで開催されます。12月2日がですね、こちらが最近めちゃくちゃ盛り上がってる那覇のリトルロッカーズ、12月3日はバーノラクロで開催されます。皆さんぜひ遊びに行ってみてください。続きまして、12月の2日に、コザのレミーズっていう箱でですね、我らが糸お菓子を開催させていただきます。このチャンネルのホストであるレンちゃんが主催で、私ゴーもですね所属している糸お菓子、今年最後のパーティーになります。今回はですね、企画が自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃ面白い企画をご用意させていただいております。2フロア取れる箱になるんですけれども、まずメインゲストはファンキーゴングさんになりますね。僕も東京時代よく聞きに行っていて、めちゃくちゃかっこいいと思う DJ なんですけれども、ファンキーゴングさんを招いて、こちらのフロアはですね、今回フォーカスしたジャンさんも出ます。テクノとかルーツ系の DJ も出ますね。面白いラインナップになっております。で、もう1フロアはトランスフロアになるんですけれども、今回はですねハードコアバンドとトランスの融合っていうことで開催させていただきます。沖縄のイケてるハードコアバンド090とタッチダウンをゲストに招き、前後をトランスで挟むっていうですね面白い企画になってます。ハードコアのお客さんもトランスのお客さんも楽しんでいただけるミックスジャンルのパーティーになりますので、今年最後の糸お菓子です。12月2日沖縄にいる方、沖縄在住の方はぜひ来ていただいてですね、今年最後の糸お菓子楽しく遊んでいきましょう。よろしくお願いします。続きまして、同日12月2日に同じく小座の BPM でビートコネクションが開催されてます。こちらはですねフランス出身のハウス DJ トラックメーカーであるブローさんを招いて開催されます。
はしごしてください、レミーズと BPM をはしごしてね、トランス、ファンキーボング、ブレイザー、かなり面白い夜になるんじゃないかなと思っております。続きまして翌日12月3日には那覇の和音で、1周年パーティーが開催されます。和音の1周年ですね、ファーストアニバーサリーパーティーということで開催されますので、こちらも要チェックでございます。続きまして12月の9日、コザの RJ ソーシャルで和やっていうパーティーが開催されます。こちらはですね、私ゴーもホストのレンちゃんも出るパーティーになるんですけれども、沖縄では珍しいというか、まあ、全国で見ても最近は珍しくなってきたスオミトランスのパーティーになります。私ゴーはですね、スペインのランダムレコーズっていうスオミ系のレーベルに所属していて、東京ではスオミトランスの DJ として長く活動してきたんですけれども、セイジアニマミニマルさん、まあ、スオミ界の重鎮ゴッドですねを招いて、でそれからですね、同じランダムレコーズに所属しているヘンキもゲストとして招いて、スオミトランスのパーティーをコザで開催させていただきます。スオミにピンときた方、沖縄で聴けるのめちゃくちゃ貴重なんでお待ちしてます。ぜひ遊びに来てください。続きまして同日12月9日、これもですねコザの BPM ですね、 People in the Dark っていうパーティーが開催されます。こちらはオール沖縄、沖縄のローカル DJ のパーティーになります。沖縄の雰囲気を楽しみたいならですね、こちらですね、こちらもぜひチェックしてみてください。続きまして12月の16日、同じく BPM コザの箱でラララディスコティカ開催されます。イギリス出身で日本在住のマックセッサをゲストに招いて開催されますので、ぜひ遊びに行ってみてください。同日12月16日那覇のこちらも老舗の箱ですね、熱血社交場でブレンドルーツっていうパーティーが開催されます。ゲストに東京から OG ミリタント B、 鹿児島からイサム、沖縄から DJ 香川が、招集されたパーティーになります。国際通りにある熱血社交場、沖縄の本当ね老舗の箱になりますので、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。最後に12月23日、コザの RJ ソーシャルでブリッジーズが開催されます。前回今回とジャン・モンロー氏にフォーカスした沖縄チャンネルだったんですけれども、ジャン・モンロー氏がオーガナイズするテクノパーティーになります。で今回の動画後半ではジェンダー K も出演していただいてるんですけど、ジャン・モンローとジェンダー K のオーガナイズするコザを盛り上げてくれてるテクノパーティーになりますね。今年もですね何回か開催されていて、毎回内地からイケてるトランスのアーティストを招いて開催されてきたブリッジーズなんですけれども、12月23日クリスマスイブイブ、今年最後のブリッジーズはですね、沖縄のローカル DJ だけで開催されます。沖縄バイブスが詰まった、今年最後の踊り納めにちょうどいいパーティーになると思いますので、ぜひ皆さんコザに遊びに来てください。それでは今回も沖縄チャンネルご視聴いただきありがとうございます。次回もぜひよろしくお願いいたします。またねー、バイバーイ。沖縄空地